原かかさん主演の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、おかえりモネ、総合、月土曜午前8時ほか。9月11日は第17週、私たちにできること、9月6から10日を振り返る。おかえりモネの毎週土曜は、同週のドラマの振り返り会。ドラマの舞台となる宮城県出身のお笑いコンビ、サンドウィッチマンがナビゲートを担当し、視聴者と一緒に優しい目線でドラマとヒロインを見守っていく。第17週では、互いの気持ちが通じ合った百音、清原さんと菅波、坂口健太郎さん。留めを訪れると、さやか、夏木マリさんたちから祝福される。一方、気象コーナーの視聴者離れに悩むリコ、今田美桜さんは、ウェザーエキスパーツの社内プレゼンで、野坂、森田望聡さんや内田、清水博也さん、百音の熱意のこもった様子を見て、さらに落ち込む。そんな中、朝岡、西島秀俊さんは、内田を気象キャスターに推薦。朝キラッは、リコと内田の二人体制となる、弱音を吐くリコだったが、夏、舞子さんのある思いに触れると、私の強みは、考えることだと思うと、前向きな気持ちに。その姿に&する百音だったが、菅波が止め行く日が近づき、という展開だった。おかえりモネは、透明なゆりかご、NHK、2018年、昨日何食べた？テレビ東京系、2019年の脚本家、足立直子さんによるオリジナル作品。宮城県気仙沼生まれのヒロインが、同県の登米で青春を過ごす中で、気象予報士の資格を取り、上京。民間の気象会社に就職し、天気予報にまつわる様々な経験を積み、そこで得た経験をもとに故郷に戻って、人々に貢献する物語だ。